はい、同人生活ですということで、うん、危機一髪のところで生き延びて今はジップライン中。ちょっと何これ、そんなハラハラ要素いる？まあいいや。ということでダイイングライト続けてやっていきたいと思います。で、旧市街、最初いたところじゃないわ。ここはどこなんだろう、どこかわからないけど、さっきまでいたところにトンネルをくぐってまた戻らないといけないみたいだね。で、そのトンネルってのはここのことかい？ここでそういないな。これだけちょっと開けよう。へへへ、何にもないとか、まあいいけどさ。で、旧市街への出口を探す。この中に入るんでしょうな。追われないようにとりあえず閉めておこう。なんだこの音は。まあいいけど。あ、BGM か。ここも開くな。開かないな。開くと見せかけておいて開かないっていうパターンね。あ？なんだ？なんでこんなに物資がないんだ？で、ここは何もないと。バリバリなってるし。で、多分このトンネルを、じゃね、この扉から出るとトンネルにつながってて。おーおーおー、景気よく食ってんね。はい。まあ、これでいいでしょ。いや、待ってくれ。なんかまだいるな。そうか。めんどくさいやつらいっぱいいるな、本当に。まあいいや、ここら辺のアイテムを特に集めていかないといけないってこともないから。当たる？今の、ああ危ねえ危ねえ危ねえ、うー危ねえ。で、お前は入ってこれないから、まあもういいでしょう。でだ。これさ、いつも思うんだけど、完全にイロハスだよね、これ。なんか日本のやつっぽいよね、これ。絶対イロハスだと思うんだけど。だってアメリカでさ、こんな、だって日本、ちょっと日本語っぽいもんね。きっとイロハスを、開発者が飲んでて、まあ後ろだけならバレねえだろみたいな感じでやっちゃったんだろうね。まあいいと思うけど、日本人にしかわかんないしね。ちょっと待って、じゃああそこのこの扉はなんだ、開くのか。開かなそうだな。てか開かない方がいい扉だなこれ。めっちゃ開けたい感じになってるけど。あー、これ巣か。なんで巣はこんな気持ち悪いことになるんだ。出てきすぎでしょ。ここトントンしたから出てきちゃったのかな。いや関係ねえな。これ倒せるんじゃないの、これぐらいの量だったら。ちょっと一回やってみる。その豚たちだ。ほら死ね死ね、死ぬがいい。貴様らいつまでも自分たちが強いと思ってんじゃねえぞ。めちゃくちゃ強いんですけど。めちゃくちゃ強いわ。ちょっと待って、通してね。ごめんごめん、悪い悪い悪い。ちょっと通して通して、はいはいはい、通してください。死んでしまいますから。ちょっと回復して。なんかさ、この
肉塊の中から出てくるのか。ああ、いっぱい来てる。おお、追跡をかわした。よかったよかった。いやー、もうそこに完全に引っかかってるね。いやー、よかったよかった。まあこれで一段落ってところでしょうかね。まあ旧市街へ戻らないといけないから、まだまだ先は長そうですが、ぐちゃぐちゃになってる。ちょっと椅子の位置を移動しましたわ。で、こっち側が出口か。じゃあこの奥に何かあったりしそうだな。お、こんなところに箱。バッテリーね。バッテリーね。こっちは？ここにも箱があるけども。この奥ってなんだ？何があるんだこれは。あ、スラム？あ、スラムに出れるのこれ。へえ、こっからはスラムに出れて、でもまあ今はスラムに行く必要はないので、こっち側に進んでって旧市街へ出ればいいのかな。潜るんかい。てかここに来てなんか水位が上がってる気がするな。あの建物を爆破したあたりから水位が上がってきてんのかな。どうなんだろう。行こう。ここは長いのかな。水で溺れ、ああでもここは短そうだな。もうそこのはしごを上にこう泳いでいけばもうすぐ出れそうだ。よし。オッケーだね。特に敵もいないし。え、ってなると旧市街とスラムってさ、すごい近いんじゃねこれ。あ、ピッキングの扉ね。おー、なんかめちゃくちゃ近くないですかこれ、こう考えると。ちょっとピッキングしてみよっか。はい、ということで両方開けました。おー、いろいろあるね。いろいろあるっつっても、なんかもう、素材ばっかな気がするけど。ポーチとアルコホール。ダブルコーヒーで、釘とライターガス。ライターガスか。あれでもライターガスってさ、なクエスト用のミッションじゃなかったっけ。まああるに越したことはないんだろうけど。金属パーツとこれ薬品ね。洗剤みたいだけど、まあこういうアイテムがあると。こっち側はなんだ、同じようなもんか。似たような場所っぽいな。じゃあ旧市街へ出たいと思います。よし。よし。Dr. Camden, this is Kyle Crane. Can you hear me? I can hear you. Are you on your way? I'm ready to work. Just bring me the samples. あ、サンプル。That's exactly what I intend to do, Doc. Just remember, I'm surrounded by an army of infected. Affirmative. Expect me soon. Good.待ってるぞ。私はどこへも行けないからな。まあそりゃそうだ。数百のゾンビに囲まれてたら、ゾンビアーミーって言ってたから、ゾンビの軍隊みたいな感じか。それはそれで辛いな。で、さっ、ジェイドが、あ、ここか。マップを見てみよう。ジェイドが、命がけでこの運ぼうとしてた、パッケージの中身がこの今渡そうとしている組織片みたいなやつなのかな。っていうことでいいんでしょうか。これ下水道からそのままコンタクトできるのかな。まあいいや、ちょっと行ってみようか。外へ出た方がいいのか。あ、開かない。
開かないし、多分あ、ここ開いてるな。ん、でも出ちゃったぞ。ってことはだ、特にあそこを通る意味はないのか。ってことで外側を通っていかないとダメみたいだね。よし、じゃあフックちゃんしながら進んでいこうかな。おっと、結構近づいてきたと思うんだけど、ここで生存者が襲ってくるっていう。はいはいはい、ザコがーみたいな感じですけど、投げナイフか。お、なんか結構あれだな、生存者はこうまとまって行動してるのかな。なんか戦ってるような音がするが、敵か。おそらくこっちにフレンドリーなやつではなくて、ゾンビに襲われてるバンディット的なやつでしょうね。あ、やべやべやべ、おお、やめろやめろ、ちょっと俺は見たいだけなんだって。まあもういいや。ここまで食らわせられたらもうなんか萎えちゃって見る気も起きねえわ。どれだけ戦えんのかなってのはちょっとね、敵として見ておきたいなってのはあったけど、まあこのクリケットバットで殴られて死ぬぐらいだからな、そこまでじゃないでしょ。で、こっちか。このまままっすぐ行けばいいのかな。ちょっと一回治療してここに登っちゃおうか。じゃあね、よいしょ。この辺りっぽい気がするが、お、なんか銃をすごい撃ってる。あ、ライジーだ。やべ、ライジーがいる。おら、で、待ってくれ。すごい銃を撃ってきてめんどくさいので、私も銃を撃つ。当たらねえな。やっぱ腰ダメだと当たりにくいのか。よいしょ、銃弾をよこせ。でもそうか、ゾンビの部隊とさらにライズにも囲まれてしまっているっていうことでいいのかな。おお、はい。入りたいんだけれども、なんかものすごいことになってるな。待って、もうちょっと上とか見てみよう。別にエンターする方法があるかもしれないからな。うん、なさそう。多分ねえなこれ。完全に下に降りないと入れなさそうだな。よいしょ。で、他にライズの兵士がいるかどうかってのはちょっと見ておきたいが、よいしょ、 OK。 車の上に落ちれば、よいしょ、うるさい、でかいのがいる。ジャンプ、よいしょ。でもって俺はこの中へこうやって入ればいいのかな。ああ、ちょっとライジーがいるな。お前ちょっと強くなってんな。まあいいや。はい、処理。Hey, you must be Crane. Yeah, I can see you through the security cameras. Yeah, that's me. エジプトのペケシュ。Use the elevator. Push the button for the bottom floor. 最下層。最下層にいるのか。でも来るんだって言ってるんじゃなくて、行くんだって言ってるから、どうなんだろう。なんかいないのかな。いないけれども、なんかそこに行ってなんかやってくれっていうことなのかな。とりあえずエレベーターに、これどうしよう、ちょっとしょぼいからいらないかな。じゃあエレベーターで下に行こうか。ゾンビとかライズが乗ってる可能性もあるから、ちょっと狙っておこうね。上がってこないな。お、来た来た。
で一番下へ行くとマイナス1。ゼレのことは本当に残念だ。2人でハランウイルスの研究に携わることができて喜んでいたのに。ああ。オーバーヒートして停止してしまった。いや、なんかカムデンも結構、実はやばい人っていう可能性もあるよね。止まったけど。開かないね。開いた。あ、なんだこれ。なんかすげえ水が。これ銃弾を温存した方がいいかな。ああ、そうなんだ。まあでもそうでしょうね。ああ、すごい。視界が悪いな、これ。人がいっぱい死んでるけど。おっと、ゾンビがいるな。バイラルがいるな。やめろ本当に殴ったら一発で死ぬんだな。で、この研究所、なんか奥にいるな。で、セキュリティルームに入んないといけない。で、ここを開けないといけないんだろうな。あ、でもなんかこっちがハイライトされてる。これトイレじゃね？セキュリティルームなの？これが。まあいいや。あ、トイレじゃねえわ。これ、あれか、更衣室か。更衣室っていうか、この、あれだね。自分たちが感染するのを防ぐための、こう、装備、意識が置いてあるっていうか、すげえ。殴っただけで内臓出ちゃうってどんだけ弱いんだよ。まあ、ゾンビ、腐ってるらしいからね。らしいっていうか、もう見れば腐ってるのわかるけど、一目瞭然だけどさ。やっぱり耳が蒸れる。このさ、あのヘッドホンの耳を固定するためのこのふわふわクッションはさ、すごくいいと思うんだけど、ちょっと夏暑いよね。こっち側に何かカードキーかなんかあると思うんだけど、強力なペケシュか。ペケシュ、なんかすごい素早く触れそうだけど、別にいらないな。そこまで欲しくないな。ここに激闘のペケッシュなんてものがあるからな。負けてるぞ。で、まあとりあえずですが、金はいらないとか言いつつ、調べるもんは調べていこう。殺虫剤、あれ？ってことは、おそらくだけどカードキーとかがあるわけではないと。ここのどっか、これか。まあ、結構やってきたからね、勘も少しは良くなってきたんじゃないでしょうか。ネズミ？なんかグラフィック雑だな、このネズミ。ハトもそうだったけど。んで？あ、後ろか？あ、なんかこの裏になんかいたっぽいな。でもこんな状況でカムデンはよく生きてるな。よいしょー。なんかガサっていったぞ。で、ここでおそらく、ああ、お前か。やっぱお前生きてたか。それ結構食らったじゃん。なんてことしてくれんだ、貴様。あれ、しかも何も持ってない。で、このカードキーを手に入れて進んでいく感じか。はあはあ。他には何かあるか。あ、ゴミ箱とかね。ロックピック入ってた。あとは？そこにカードキー。あ、こことかあるのか。で、カードキーでここ開けるんだろうな、きっと。他は？こんなもんか。あんまりないな。こ
この奥側に何かあるけど、あ、そしてあっちになんかうっすら見えるな、あのボラタイルが。よし、ということでなんかちょっと短くなっちゃいそうですが、いや、いや、少しやろうね。で、カードキーを入手で、ドアを開けます。はいはい、オッケーオッケー。はい、ちょっと強いな。飛んだ男を護衛につけたものだ。まあ、どうでもいいんだけどさ、なんか敵硬くなってない？もうこのクリケットバットじゃちょっとダメになってきたかな。攻撃力を見てみよう。これが400。でも400だから相当強い部類には入ると思うんだが、邪悪な鎌が半端ないな。都会の街へてね、これ最終兵器として一応取ってあります。自分でちょっと改造したんですけどね。ほら、やっぱりお前動くのは知ってたわ。うん、ここにもゾンビがいっぱいいるな。ちょっとこいつ体格でかいか？いや、でもそうでもないな。さっきの当たりどころが悪かったか、ちょっとイベントだから強かったとか、そういうことか。うん、大体2発ぐらい殴れば死ぬからな。この奥にもなんか絶対いる。あ、普通にいるわ。ここ開くと厄介だな。でもさ、絶対このエレベーターみたいなやつ乗らないといけなくて、開けるみたいななりそうだな。汚染除染室からでないと研究室に入ることはできない。入り口は右側にある。ライズの弟が死んだ後、事態は一気に悪化してしまった。やつは怪物のような人間から完全なる怪物に変貌したんだ。なるほど。そうそう、なんかライズは本当に大事に思ってた弟が GRE に見捨てられて、助けが必要だったのに助けてもらえなくて死んでしまったから、それでなんかもう完全に狂ってしまったみたいな、そういう話を聞いたような聞かなかったようなみたいなところがあるから、まあ同情できなくもないけど、同情はしないよね。だからといってやっていいことと悪いことっていうのはやっぱあるし。ここか、ここ入んなきゃいけないのか。ここ壊れてるしな。マジか、大丈夫？閉められる、閉められる。はい、ということで、うん、ちょっとだけ、本当にちょっとだけ追加の時間でやって、多分これぐらいやれば編集で20分ぐらいにはなると思うから、長かったら申し訳ないということで、ということで続きはこっからね、入っていくところからやっていきたいと思います。それじゃ、またな。